今度こそラスト。ペッ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 ペレペッペッペッ。盆栽でいっちゃうか。ファイナルラスト、かっこいい。ファイナルラストっていう中二病みたい。ファイナルラスト。おっ、ほら中二病みたいな、そんな感じになっちゃう。あ、ありがとうございました。お疲れ様です。また遊んでください。コツが来ない。コツが来なくなって、あれから、来た。1ヶ月って言いたかったのに。てんてけてけてけてん。休む。サナです。ドウエです。打たれ強くです。ですです。あ、これやばいやつだ。割と最初に来ないとなんかずっと来ないよね。割とポンコツナイス。あー、わかる。あ、ダイナが来た。それでなんか攻めるか攻めないか選びなさいみたいな、勝負するのはあなたみたいな、そういう駆け引きをしてくる感じね。やばい、体力を削らないでくれ。だがコツは来ていない。素晴らしい。宝石が欲しいのね。おい、どうえ、その左右の耳みたいな角みたいな、それは何なんだよ。タコ。ああ、どうえだ。どうしようかな。 20% ちょっとタコ欲しかったからいいや。骨。南様、南様乗った。サナ様、
ラブパワー、あー来ない。タコ、あー遠い。結局お前なのか。おお、ブラボー。ただ宝石ないんだけどいいかな。購買分もないな。ちょっと無理して立てないで。もうめっちゃ来る。いや同意じゃない。これは後で。これさ999の可能性あるからすごい今来ないでほしいやつだよね。デートしちゃおう。カモン亀石。あ、違う間違えた。宝石タツヤ、オクタビア、タツヤ。おー、ナイス、オクタビア、ブラボー。購買部1個しかないんだけどいいかな。スタミナアップ。綺麗。購買部が欲しい。私購買部でパンが買いたい。お願い。あ、もうやり直し、やり直しポイント過ぎた。いやいや、まだまだこっからですぜ兄貴。お、宝石が、宝石がもりもり返してきた。あ、それ気づいたら購買部来てた。おにぎり。なんだこの練習は。もう一玉潰してしまえ。吸収変えよう。おい、コツをくれ。プレイヤーやる気ね。大事なやつ。あ、でも早い方がね、やっぱりね、違うからね。スッと立ててみる。なるほど、そう来ているか。まあ一回石もらう目当てで行くのはありだと私は思うが。
ミナミヤンはカット。丸石だよね。ああ、ちょうどいいとこに。やべ、溢れる。脱三振。が欲しくなってくるやつね。で丸亀製麺きた。こんだけあれば。で、ちょっと一回アイテム探しの旅に。ダイナマイト購買部、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 おい。惜しかった。一個は狙い通り。センサーはもったいないな。ダイナマイト食いません。うわ、きたー。しかもメンタルと素晴らしいタックだ。12 か。困ったな。30、これが限界かな。カンストでーす。3人揃えばなんとらやらってやつですね。負けやがった。これで OK になったので、スタミナも別に上げなくていいんだよ。
スポーンは相変わらずです。どうしようかな。あ、まだ4回目か。スタミナが来ちゃう。あ、で亀立てちゃうか。なんか丸石滞ってるし。アフロ筋力ボナがえぐいから、あ、さっき、ああ多分忘れてただけ多分忘れてただけだけど、もう一回来た。名称、名称もアフロ。名称もアフロ。俺が欲しいから。ちょっと計算ミスったかも。やばい、急速バズーカが来てる。あ、でも守くんどうしよう。今更遅いかも。守くん次第。通常の。いやでもアフロ欲しいな。アフロだな。技術は、あ、技術いくか。あ、プラス4か。まあまあ。でも多分、アフロの方がね、強いと思う。ちょっと育てれば。これもう普通に変化メダル一択だな。変化メダル一択だな。これは成長させるべきだな。あれ、よく見たらまだ3月じゃん。やば。あ、しかもダイナマイト来た。え、ちょっと待って、えぐくないこれ。神回の予感。筋力はもう、溢れさせる。あ、で、あ、そっか、コントロール上げていいんだ。もっと強いの来るよな。
だからどう金あの変化にシフトしていけるかでね。もう8000点でしょ。その筋力でもらった雫石を変化メダルに還元させる。やべ、そうなんですよ。まあ、でもメダル1個設置できたので、なんとか虹谷からもう一個もらって、ダイナマイト来なくても、あ、だからあれか、ひたすら虹谷踏んでいけば貯蔵庫もう一個建てる作戦もある、期間的に。デートはできるね。そう、無理やりが大切、こういう時は。おお、いいの来た。これは何にしよう。まあ、でも一応これでいいよ。精神欲しいな。はい、これ行くしかないやつだ。他の点数欲しいから行くしかないんだよ。しかもさ、変化入ってなかった？変化ポイントが入ってたんだよね、なぜか。40点。せーの。あ、撃たれた。168キロで撃たれるな。168キロで撃たれちゃった。どうしろという。球速上限ありゃね。あ、てか、そして宝石がなくなってきた。休むのありだな。
ハマるとこうなっちゃうんだね。虹くんの場合は。あ、これはでも精神もらえるから。あ、筋力だ、間違えた間違えた、完全にいらない。あ、こっちだよ。変化まあまあ来てるよ。でもスルーしても良さそうな。何に使えばいいのか分かんなくなっちゃった。思い切って休む168で失敗はね、逆にだよね、逆にすぎるよね。なるほど、丸石立てる作戦あるよ。宝石がないんだよね。そうですね、達也なのか、どうなんだろうね。なんか新たな開拓は必要かもしれない。確かに、たっちゃん外してなんか変化キャラってことだよね。普通闇のとかでいいってことだよね。おお、でも来てる こんないらないからっていう考え方もできるし、逆にこんだけ溢れさせられるポテンシャルを残しつつのっていう作戦もある。これいらないよね。どうしよう、精神もしかして必要なのは。精神メダルとか奇跡的に持ってないの。じゃあおにぎりでいくか。170キロしちゃったわ。精神足りないの珍しいっすね。でも俺の場合この感じだったらコントロールいっちゃう。すごい珍しい現象が。デートは終わってんだよね。あれも終わってんだよね。
僕の全取りさえできれば結構強いんだけどね。ここは絶対失敗しないで。おっしゃ、やる。印象が欲しい。あ、いい練習かな。復活しちゃいそうだよ。スタミナはバリバリありなんだけど、何を取った？ V スラ、ドロップ、チェンジアップ。精神どうやって稼ごう。最後ここ、息を読む取ったのか。全部枯渇しそう。本気出す。確かに。あ、もう1万5000点も出てるよ。盆栽で乗ったら結構すごい。お待たせいたしました。さすがにピンちゃんかな。2万点もう無理でしょ。枯渇しちゃってるし、負けそうだし。あとほんと精神次第。アヘ編懐かしいっすね。今だってアヘ級になっちゃいましたもんね。休息固めになっちゃったから。クロスナインが本当懐かしいよ。さすがにピンチャンでいくか。何このクソ強い練習。あ、南と 3人か。あれ、ちょっと待って、これさ、パワー上げろあるよ。パワー上げるになっちゃう。パワー上げていい？パワー上げるよ。クロスナインはね、急速固めなんですよ。まだ来るか。精神もらうわ。
っぱ印象足りんのかな。めちゃめちゃ来るんだけど。これはもうピンチャンですね。あ、そのハマるまでいけないっていうこと。金徳がね、精神使うからね、ちょっと下手に取りすぎると足りなくなるんだよね、多分。まあ、筋力は余らせてていいや。いや、強いです、普通に。盆栽でいける可能性はある。変化が伸びてないんで。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で、マシンネットランナー抜けた。池上、いいバッティングを見せました。マントル、なおもチャンス。あ、北斗、お疲れ様です。あ、技術ね。投げました。技術意外となんかコントロールとか踏めないときついですよね。あれか、変化とコントロールが踏めれば技術は足りる感じかなんだよね。世紀末ね。お、ゴブリン、エクスカリバーホームラン打った。第3球を投げました。アウトコース低めいっぱい、ストライク。アウトコース低め。ハワイトローズね。最後取れたら。投げた。マントルってこうなるんだよね、出すぎると。ストライク投げた。3球目ストライク。ワンボールツーストライク。低めいっぱい、見逃し三振。低めいっぱい。取れなかったの勝利の星だけだよね。海岸したいわ。すいません、海岸一丁。トップバッターはトリスタ。初球見送ってストライク。いきなり170キロ投げた。危ない球。あ、木場くん入れたから技術足んなくなっちゃったんだ。追い込んでいます。投げた。なるほどね。やっぱ球速キャラは技術ボナーが偉大ですよね。そのままベースに入ってツーアウト。バッターは8番大沢。まずここは何としても抑えたい場面。投げました。ストライク。一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は堀川。チェンジアップ。見逃し三振。堀川3球で。海岸あったら間違いなくでしたね。今回のちょっと分かんない。変化が足んない気がするので。なんだ最後これ。すっかすかやないか。あ、でも変化ちょっと入ってくるよ。丸石がいっぱいあるから。精神もあるな。とりあえず。変化来たね。急速もう筋力無視でいいよね。回復は取れそう。緩急取るか。根性とかちょっと分かんないんだよな。最後になんか余ってたら強いな。精神取れるのがいいよね。あ、実質精神取れるのか。スタミナ上がるから。はい、でピンちゃん。いや、変化伸ばすんだったらサクッとでいいと思うんだけどね、本当は。怖いよな。次で 100% 溢れるんだけど。
全開とか絶対いらないもんな。なんか筋力だけ使える便利な特能ないわ。筋力だけ使って便利な特能ないな。ちょ、精神が怖いから。もうだって1万7000点だから、もう何でもいいよ。お待たせいたしました。4番。さあ、先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁と。ここにはゴブリンというスーパー強打者がいるので。初球ファールから投げました。打った当たりはアウトだった。先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面でテイン。初球に送ってストライク。もう追い込んでいます。1球外した。もう投げました。打ちました。レフト前進。掴んでこれでこれです。マント先制のピンチです。ワンアウトランナー2塁という場面で両方打ちました。2塁ランナー3塁へファー3塁へファー打ちました。空振り三振。両方全くタイミングが合いません。打ったファールボール。1万ちょいの、まあ、何度もやらないとですからね。同じデッキでってことですよね。次が4球目。投げた。ドロップはまるまでやりまくるしかない。打ちました。あっと引っ掛けた。取ってこれで3アウト。なんか急になんか本当なんかパズルのピースがはまるようにすごいバランスよくなる。投打躍動。躍動してくれ。自分で打った。さあ、いよいよ9回に入ります。この回の先頭バッターはカン。今日はここまで3打数2安打。投げた。打ちました。センター前に出る。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは3番カン。これが4度目のバッターボックス。投球これから2球目。投打躍動が結構強いってことだよね。やべやべ、ごめんなさい、許してください。やり返された。ここまで2打席連続三振。ストレートに送ってストライク。いきなり170キロ。投げました。インコース引っ張った。ライト前ヒット。掃除ナイスバッティングです。バッターはピッチャー。やり返されたわ。2打席連続三振。アウトローに送ってストライク。伸びのあるストレート。3球目ストライク。1球1球に魂を込めて投げ、空振り三振。最後は切れる。怖いよこの人たち。精神いっぱい。スタミナ上げるか。木場くんね、誰がいいだろうね。クロスファイヤー取ってもいいか。回復って、あ、一応査定あるな。技術っている？それは切れる。スタミナいった。これは最後でいいでしょう。悩む。もう筋力無視しないといけないから怖いな。使っちゃいそう。お待たせいたしました。
敏将、敏将大丈夫です、ね、エースの風格が7ぐらい、20あれば足りるの。空振りしとけ。低め外れてボール。バッターの足元。次は5球目投げました。アウトコース低め見逃し三振。第1球投げた。初球決まってストライク。投げた。2球目ストライク。これで追い込みました。危ね。打ちました。1、2塁間の当たり。アウト。あ、サナちゃんね、それすごいわかる。しかも俺の場合タコさんとかが全然解放できてないから余計技術ないんだよね。サナちゃんは助かる。うわー、それヒットなん。まあ、でもこれはピンチャンで正解だったと言うべきか。あ、しらす、いやこちらこそ。見ていただいて助かります。いよいよ最終回、この回のトップバッターは滋賀、投げました、決まってストライク。まずはでもあれね、結構ね調整がむずいんですよね。これで追い込みました。投げた、打ちました。第4球を投げた、打ちました。レフト取りました。コツ踏むと能力上がっちゃうから、あんまり上がりすぎないようにしたいし。バッターは8番松尾。スタンドからは大きな声援が上がっています。第2球投げた。で、後半は逆に差がつかないように気をつけないといけないし、1球外してボール。結構バランス調整が、ね、投げた、打った、ライト前、難しいですよね。どこ連スカウト、スカウトじゃね。できるできる。俺だって真似して覚えてるだけですもん、そんな言うても。大丈夫っすよ、足りるよな、これで。一応根性だけ最後にしとこうか。ああ、確かにたまに打たれる。投げない方がいいのかな。ゴブリンやる。勝て勝て、オッケー。これでエースの風格は取れたので、乗るかな。筋力はもう溢れた。先発でいいか。
みなみちゃーん。1万8000ぐらい。溢れたの入れて9000とか。ああ、9000いってたんじゃん。すげえ。あ、ナギ強いっすよね。わかる。それはすごいわかる。あ、PG いったじゃん。これはいきますよ。僕の取ればいいだけだから。カウントダウン。いった。盆栽 PG 達成。溢れたの計算しててくれたの。盆栽で乗ったぜ。あー、どうしよっかな。牽制とか捨てて、ちょっと中継ぎでもいけるようにしたいんだよね。PG さえ乗ってくれればいいから。ピンチ、根性、要所、これで PG だね。パワヒコールがすごい。ちょっと待って。あ、変わらないから。取る。取ったよ。あ、でもパワー上げる？ひたすら。50か。PG 乗ってるからいいよね。これ後で別で乗せよう。やっぱ上杉？エースは。上杉の投げ方ってさ、足高く上げるやつだよね。ないんだよね。なんかもうちょっとゆっくり。どれが一番近いかな。いや、それは違う。なんか近い。一番近いけどさ。一番近いけどなんか違う。東大躍動生きるね。上杉そっくりのフォームってないのかな。15番近かったかな。タッちゃんって振りかぶってたっけ？ソフトボールでは投げない。ソフトボール牽制できないんですよね。ゴローにしよっかな。なんか違う。このフォームは牽制ができません。トルネード達也にしようかな。これ何のフォーム？これがかっこいいかな。はい、ということでー。
乗りました。こっちはね、実は初です。勝利の星なくても行くんだね。あざす。ということでいい感じ。こんぐらいで行けるらしいよだから変化が774ぐらいで、金徳は1個ぐらいかけてもよくて、で徳能はほぼ全部取るっていう、そんな感じですね。あ、PSR ガチャ券、あざっす。